へ山田が戻ってきた。ちょっと優斗からあのみんなにすごい話したいことがあるっていうから、ちょっと俺外すけど、また終わったらいいよね。どうしたの？いいですか？いや、その割と芝居への気持ちっていうのがやっぱりだんだん強くなってきてて、そのジャンプをやめたいというか、すると八乙女が、俺もう巨人みたいなもんだから、ジャンプは永久に不滅だと思うし、待った方がいいなって不可能な、なんだっけ、こと飛びすぎみたいな、まあ、そうだね、うん、さあ、果たして山田の反応は、やっぱりやめてほしくないと思うし、言ってしまえば俺らはもう家族みたいなもんだから、なんか一人が抜けたら平成ジャンプじゃなくなるし、このメンバーだから平成ジャンプなわけで、やっぱり9人一つなんだなっていうふうに思ってるし、夢は多分一人でね、棒より9人で追った方が楽しいんじゃないかなって思う。やっぱり9人一つなんだなっていうふうに思ってるし、やはり山田のジャンプ愛は深かった。と、ここで突然、あ、泣くまでもあと一昨日です。